こんにちは、かみこでございます。ってことで、今日なんですけども、何年かぶりにラーメンを作っていきたいなと思います。以前一回作ったんですけど、まあ、美味しかったんですけど、ちょっとあっさりしすぎてて何か物足りなかったので、今日はちょっと軽く調べてきましたんで、本格的な魚介スープを作っていきたいと思います。というわけで本日の食材がこちら、石だいっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、おっきなおっきな石だい。今日のベースのスープはこちらの石だいを使って作っていきたいと思います。まだね、動いてるんですよ。さっき締めたばかりです。鮮度は抜群。そして今回最高のラーメンと合わせるお飲み物、もちろんこちらですよね。じゃん、銀色のやつ。そして皆さん、今月は朝日さんから久しぶりの登場となる工場出来立てうまさ実感パックいただきました。ほんで今月の缶はデザイン缶で特別仕様みたいですって。缶がスペシャルな感じになってます。出来立ての銀色のやつを実食の時に飲んでいきたいと思います。キンキンに冷やしてね、楽しみです。そしたら石鯛なんですけど、今日は身は使いません。欲しいのはこの頭と骨ですね。出汁が取りたいので、ではまずこちらを3枚におろしていきたいと思います。よし、そしたら一度鱗取っていきます。久しぶりに登場、流しセット型のまな板。この石鯛はいい石鯛だよ。あれ、これって石鯛なんか点々の模様がありますね。もしかしたら石垣鯛の血も少し入ってるかもしれませんね。石垣石鯛ってやつですか。ほら、この辺斑点があって、まあ、でもどちらかというと石鯛の方の血の方が濃そうですね。うろこ取っていきます。それにしてもいい石鯛だな。こんな石鯛一度でいいから釣ってみたいな。石鯛って確か磯の王者と言われてるんですよね。ものすごい引きますからね、石鯛って。このサイズ釣りたいな、おかっぱりから。はい、このように鱗が取れましたら3枚におろしていきましょう。今日は頭ついたままおろしてみますね。まずはお腹割っていきます。内臓、これ水槽で生かしてあったやつなんで、まあなんか餌は入ってるかな。あ、ちょっとニガ玉潰しちゃいましたね。うん、餌はね入ってないですね。で、卵が入ってましたね。はい、内臓が取れましたら次はエラを抜いていきましょうか。今日は頭と骨がメインなのでね、エラはしっかり取っていきます。で、石鯛のエラ蓋めちゃめちゃ鋭いです。気をつけて落としていきましょう。よっと、はい、取れました。よし、そしたらもうちょっと内臓をきれいにしますね。よし、では下ろしていきます。この石鯛がどうだろう、5キロぐらいですかね。結構ね大きいです。でもね、もっともっと石鯛って大きくなってくるんですよ。大きくなればなるほど石鯛は美味しいイメージがありますね。よいしょ、下に1本で、背中にまず1本ガイドラインですね。で、石鯛って皮めちゃくちゃ硬いんですよね、マダイと違って。なんで一発で行こうとせずに、まずは皮を1枚切って背骨に沿って包丁を入れていくと。でね、石鯛って骨がめちゃくちゃ硬いので、牛刀より出刃の方がおろしやすいのかなと思いますね。で、ここまで来たら ここに1本で、あとはここ腹骨でつながってますので、ここを落とすと。そうするとピラ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 っと、はい、肩身抜けました。新鮮ですね、まだプリプリです。身が怒ってますね。そしたら反対側もやっていきます。で、頭ついたまま身を下ろすときって、この反対側がとても難しいんですよ。なんで難しいかというと、肩身が抜けちゃってるんで、こうしたときに頭で、なんだろうな、こっちがボコッとなっちゃってるんですよね。なんで背中にこう入れにくいんですよね。で、その場合はこうちょっと頭をこう落とす、こう落としてあげることによって、まな板に対してまっすぐにピンとなりますんで、下ろしやすいですね。で、先ほどと一緒ですね。皮をまず1枚切ると、かてぇ、石鯛さん皮かてぇわ。ゾリ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 と、はい、背中に入りました。で、反対側も頭をまな板の下に落とすと、で、まっすぐになりますね。そうするとすごく下ろしやすいです。はい、そしたらここに1本入れて、で、腹骨を断ち切ると、こんな感じですね。はい、これで石鯛の頭付きの三枚おろしの完成ですね。姿作りとかするときにはこのおろし方がいいと思いますよ。こうやってお皿にこう立てて、で、ここにつま持って、お刺身をこうやってバーッと切っていくと、めちゃくちゃ綺麗です。またそういう動画もやりますね。今日はね、ラーメンです。はい、このように石鯛の身が抜けました。そしたら今日はですね、2種類のスープと
1種類のタレを作っていきます。まずスープはこちらのイシダイのアラと、これ冷凍コレクションから引っ張り出してきました天然マダイのアラですね、たくさんあります。でこちら金目鯛のアラ、これもねスーパーで買ってきました。マダイ、イシダイ、金目鯛というねタイの三大巨匠、こちらのアラを揃えました。でこちらのタイのアラで取ったスープ、これがベースになってきます。で前回の反省点も生かして、ちょっと魚介だけだとなんかね物足りなかったんです。ラーメンとしてなんかちょっと物足りなかったので、こちら鶏ガラも買ってきましたので、鶏ガラスープも作ってタイスープと合わしちゃおうかなと。鶏ガラのコクもプラスすると。でそれでラーメンには欠かせないかえしっていうのがあるんですよ。かえしって何かというと、うまみの強い、まあ、簡単に言うと醤油ですね。あの醤油がちょっと入ることによってラーメンはやっぱかえしがないと、まあ、それっぽくならないんですよね。味が締まらないので、今日はかえしも作っていきます。よし、そしたらスープの方から作っていきましょうか。まずは鶏ガラから。よし、まず鶏ガラですね。これは胸のところかな。でこれがネック、首ですかね。でもすげえ皮がついてるな。皮は多分取った方がいいのかな、ついててもいいとは思うんですけど、取っちゃいます。わ、これはこれでカリッと焼いたらうまそうですね。でこれ内臓もついてるんで、内臓もこの段階でちょっと取っちゃいましょう。何この白子みたいなところ。鶏は全く扱わないんで分かんないですね。でスーパーに1個しか売ってなかったんで、手羽先も買ってきました。これも鶏ガラで使っていきます。そしたらまず沸騰したお湯に鶏ガラを入れていきます。ジャボンとね。で軽く表面に火を通します。はい、表面に火が入ってこんな感じになりましたら、取り出して氷水にイン、よいしょ。でここで余計なこういう筋とか血の塊とかを取っていきます。こういうなんか内臓とか取っちゃいます。これなんすかね、ここに入ってたやつ、これめっちゃうまそうなんだけどな。でもこういうぐちゃぐちゃっとしたとこも取っちゃった方がいいと思うんですよね。内臓がついてると多分雑味が出ちゃうと思うんで。よし、こんなもんでいいでしょう。そしたらお鍋に新しく水を張りました。でそこに鶏ガラを入れます。手羽先も入れちゃいます。でそこにネギの青いところも入れます。そしたらそこにまず生姜を切っていきます。もう生姜適当にザクザクとザク切りで。そしたらニンニクですね、ニンニクも一片入れます。でニンニクはちょっと潰しておきます。で人参、人参もザクザクと、こんな感じですね。でこちらに入れていきます。生姜、ニンニク、人参ですね。でそこに料理酒も加えます。ザーッとね。そしたらこれで弱火で1時間ほどコトコトと煮立てていきます。はい、では1時間ほど煮込みまして、綺麗な鶏ガラスープが引けましたよ。そしてちょっと味見してみましょうか。鶏ガラスープにちょこっとお塩加えるだけでめちゃくちゃうまいんですよね。いただきます。うま、最高です。バッチリですね。そしたらこれをこしていきます。はい、鶏ガラスープの完成。そしたら次はタイスープを作っていきます。よし、そしたら次はタイスープを作っていきますね。まずはこのタイのアラに全体的にお塩をふわーっとかけます。さーっとね、金目鯛にもふわーっと振ります。両面しっかりと振っていきます。そしたらこちらをサラマンダーでカリッと焼いていきます。もう強火でカリッと焼きます。一度焼くことによって魚の生臭みをなくしていきます。で僕サラマンダーでやりますけど、まあ、ご家庭だったらオーブンでもいいと思います。オーブンで200度以上でカリッと焼いても上手にできると思いますよ。よし、ガスの元栓入れて火付け棒に火をつけてふわーっと、よし、そしたら焼いていきます。キンメちゃんも焼いていきます。はい、これで両面こんがりと焼いていきます。はい、ではこんがりと焼き上がりました。めちゃくちゃうまそうに焼けましたよ。すげえいい匂いする。ちょっとこのキンメダイのカマのところとか、これやばいっすよ。めちゃくちゃうまそう。ちょっと味見してみます。いただきます。うまー、やば、もうこれでつまみでもいいぐらいだ。はい、カリッカリに焼き上がりました。はい、そうしましたらこちらの骨たちですね、これを鍋に入れていきます。大きい鍋にどんどんと、でタイの頭もボーンと、もう豪快に入れちゃいます。でこれイシダイのカマですね、
このイシダイの鎌の身は外してトッピングに使いたいと思います。うわさすがサラマンダーだな、高温だからパリッパリです。でこのほっぺたのお肉、これもトッピングで使いましょう。ここの肉が一番うまいですからね。イシダイの頬肉、頬肉は両サイド入ってます。こっちにも入ってますね。さすがにこれは出汁にしちゃうのもったいない。でこの鎌のお肉も外しちゃいます。ピロピロピロっと皮めくって、これ全部肉ですね。あかなり弾力あるな。鎌のね、この中にもねたくさん入ってるんですよ。全部身です。これこんなもんで、あと金目鯛もバーッと入れます。でこの中にお水を入れます。はい、お水が入りました。そしたらここにネギの青いところ、そして日本酒も少し、よいしょ。そしたらこれを弱火でコトコト、このスープが半分ぐらいになるまで煮立てて、魚の旨味をしっかりと出していきたいと思います。1時間半から2時間ぐらいかかるかな。だいたい1時間ほど煮込みました。スープもだいぶ少なくなりましたね。かなり濃厚なスープが取れてます。この色ですよ、魚だけですよ、この色、これはうまいと思いますよ。そしたらこちらこしていきます。ボウルに竹猿、そしてガーゼを引いてこしていきます。うわーうまそう、豚骨みたいな色してるけど、これ贅沢だな。金目鯛4匹分と天然マダイ1匹、そしてイシダイ1匹分の出汁ですからね。はい、これで鯛出汁スープの完成で、こちらですね、前日にこちら仕込んでおきました。で仕込むところの映像ありますんで、昨日の僕へどうぞ。はい、変わりました、昨日の僕です。返しの材料ですね。じゃあまず返しの材料ですね、まずこちら煮干しですね。今日はトビウオの煮干しを使ってみたいなと。あご出汁ですね。で濃い口醤油で、鰹節の粗削りのやつ、干し貝柱で、干し椎茸、昆布で、みりんとザラメ。材料はこんな感じでいきます。この5種類の出汁を使っちゃいますから、まずお醤油500、はい、お醤油500ですね。これがベースです。で次みりんが100ぐらいですね、 100cc で、ザラメが小さじ1、2、3ぐらいですかね、まあ、4ぐらい入れとくか。でこちらあごだしですね、トビウオの干物、がっつりトビウオなんですよね、羽もあって。これを1尾2尾3、4、5匹ぐらい入れましょうか。で次干し椎茸も6個ぐらい、昆布で、昆布も3枚ほど入れます、1、2、3と。で鰹節の厚削りを入れます。あごだし入ってるんでいいかなと思うんですけど、一応入れときます。で干し貝柱、これも半分ぐらい入れましょうか、贅沢に。はい、これで1日冷蔵庫で寝かします。では明日の僕へ戻します。でこちら漬け込んだものがこんな感じですね、こんな感じですね。そしたらこれを弱火で20分ほどコト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 煮立てます。ポイントは沸騰させないように、もう弱火でコトコトと出汁を取っていきます。もうね、正直この段階でもかなりいい匂いしてます。これがね入ったらそりゃうまいよなっていう匂いですね。あ、めちゃくちゃいい匂い。はい、ではなんだかんだ30分ほど煮込みました。すごくいい香りが漂っておりますよ。そしたらこちらをこしていきます。こし器でジャーッと、はい、これで返しの完成ですね。できたものを紹介すると、これが返しで、こちらが鶏ガラで、これがタイスープですね。タイスープこれ見てください、冷やしたんですけど、こうコラーゲンで固まってるんですよ。煮こごりみたいになってますね、プルンプルンです、うまそう。完璧に固まってますね、プリンみたいになってます、やべ。そしたらこれをミックスしてスープを作っていきます。じゃあ麺とスープ同時進行で作っていきます。ラーメン作る前に今日ちょっと刺身も作りますか。生わさびをジョリ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 サクッと切っていきますね。やっぱよく切れる柳だと切り口が綺麗なんですよ。こんだけ薄く切ってもすごく角が立ちます。包丁研ぎたてなんでね、ピカピカです。こんな感じでよっと、こうですね。イシダイは身が硬いんでね、ちょっと薄めに平作りか薄めのそぎ切りがいいと思いますよ。
はい、イシダイのお刺身の完成。そしたらスープ合わせていきます。はい、そしたらまずお鍋にこちらのベースとなる鯛だしスープを入れていきます。完璧に固まってるな。ほんとこれすごい、ゼリーだ。魚のコラーゲンってこんなすごいんですね。あれですね、煮こごりですね、煮こごり。このぐらいたっぷり入れました。そしたら一度火にかけます。お、溶けてきましたね。はい、このように溶けましたらここに鶏ガラスープも加えます。1杯2杯ぐらい加えましょうか。これで鯛と鶏ガラの合わせスープの完成ですね。そしたら丼に自家製のかえしですね、ちょっと舐めてみましょうか。うまっ、うまっ、やばいね。これ舐めながらお酒飲めるぐらい味がしっかりしてるわ。うまみがすごい。でかえしどのぐらい入れるんだろうな。多分このぐらい、スープこのぐらい入れたいんで、かえしとスープの割合難しいとこですけど、まあこのぐらいでいいでしょう。こんなもん、足りなかったらちょっと足しましょう。はい、そしたら麺を茹でる前にトッピングですね。今日はトッピングはネギとイシダイのカマとほっぺの肉ですね。ネギは刻んでおきます。でイシダイの身は軽く炙ります。はい、そしたら麺茹でていきます。今日はちょっと太めの縮れ麺でいきます。さーっと入れて、まあ、僕は割と固めが好きなんで1分半ぐらいですかね。はい、そしたら返しの入った丼にスープを入れていきます。おお、うわー、うまそう。一度ここで味見します。やばいね、めちゃくちゃうまいな。返しの分量バッチリですね。そしたらここに麺を入れます。さっとで、トッピングのイシダイの身を乗っけて、あ、ちょっと麺汁が多かったかな、ちょっと汁を取ります。こんなもんかな。やっぱね、ラーメンっていうのはこうやってね、少し具材が見えてるぐらいがいいですよね。そしたらここにネギもどさっと加えて、で海苔を加えたら、はい、こちら鯛だしラーメンの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。できましたよ、こちら自家製の鯛だしラーメンです。金目鯛、石鯛、真鯛の三大旨鯛のエキスがたっぷり入っております。いや、さっき味見した時やばかったからな。味、このスープに麺が絡まった時どうなんだろう。いただきます。うーまっ、これやばい。ちょっともう一回いいですか。うまっ、ほんとお店で食べる味みたい。自分で作ったとは思えんな。もう完璧に魚介系の醤油ラーメンで、しっかり鯛の風味がある。あるどころか、もう口の中入れた瞬間にもう鯛って感じですね。うまー、このイシダイのほっぺたの肉いきましょうか。いただきます。これもうまいな。食べ応えはまるでチャーシューですよ。さすが頬肉ですね。弾力があってね、うまみが強い。うますぎるな。次こちらイシダイのお刺身いきましょうか。いいイシダイでしたからね。いただきます。うん、うまい。油の乗りがちょうどいいですね。ビッチビチに油が乗ってるって感じじゃないんでね、しっかりイシダイ本来のうまみが感じられますね。はい、ということで今日はこちらの自家製鯛だしラーメンとイシダイのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、出来たての銀色のやつ、ありがとうございます。毎度おなじみ、月に一度の特別なスーパードライですよ。毎月月末の金曜日に発売されるのを楽しみにしてます。火曜日に製造されて金曜日に発売なんて、朝日さんの企業努力がすごい。今月は6月の24日販売です。ではいただきます。よっしゃ、こちらをグラスに注いで、よいしょ、完璧なる7対3ですね。いただきます。
この辛口のうまさが料理の味を引き立ててくれますね。飲んだ瞬間の飲み応えも最高です。やっぱり出来たてのギーのやつも一押しですよ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自家製のタイラーメン作ってみましたけども、めちゃくちゃうまくいきましたね。今まで作ったラーメンシリーズで一番の出来ですね。間違いなく一番です。今までね、タイスープだけでやってたんですけど、鶏ガラも入れて、で返しも作ったら、もう一気にそれっぽい味になりましたね。結構あっさりだったんで、あそこになんか香りがついた油とかごま油とかちょっと入れてもまた美味しいのかなと思いましたね。そして今日は動画で久しぶりにこちら朝日さんからいただいた工場出来たてのうまさ実感パックいただいてみましたけども、やっぱりこれ飲むとね、わあ月末が来たなと思いますよね。ハッピーな味がします。ほんでパッケージも変わったみたいなんですよ。めっちゃかっこよくなってるんですよね。裏面にビール工場出来たてのうまさへって書いてあって、ビールのイラストが書かれてるんですよ。今までこんなんなかったんですよ。キンキンに冷えた銀色のやつでこのパッケージはそそられますね。そしてこちらの工場出来たてのうまさ実感パックは毎月月末の火曜日に製造されて金曜日に発売されております。まさに出来たての銀色のやつ、今月は今日発売です。お家で月末の花金を楽しむのにはぴったりだと思います。月に一度の特別なスーパードライをお楽しみください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。